マンダリンオリエンタルシンガポールは1987年に開業したシンガポールの最高級ホテルである。旧ホテル名はザオリエンタルシンガポールで2007年9月25日に現ホテル名に変更した。運営はホテル名変更前と同様マンダリンオリエンタルホテルグループである。なお、同じくシンガポールにあるメリタスマンダリンシンガポールとマリーナマンダリン。 シンガポールはいずれもマンダリンオリエンタルホテルグループとは無関係である。シックで落ち着いた雰囲気が漂う527室のホテル。マリーナ湾に面した場所にある。約8割の客室から港が見える、眺望の良さが自慢。残り2割の客室からはシンガポールの街並みを眺められる。広さは一番狭い客室で約33平方メートルである。 2005年に始まった大規模改装工事で全ての客室のデザインが変更された。全体的にシティビューの客室は茶色を取り入れたデザイン、オーシャンビューとハーバービュー、スイートの客室は黒を取り入れたデザインとなっている。など、ありがとうございます。